とした高級ホテルのね、どうぞ上空見て、ほら人が通ると電気がつくのよ。で上にも上にゴルフショップが、中人は向こう、ああ。上からも、上はデータなしか、ね、でも500バーツぐらいかな、200バーツしか買わないの、あれゴルフパートナーとかどこかね、うわーすごいな。でもどうぞどうぞ入って、タイのプロゴルファーがかなり契約しててジョー君もここで普段ない 4X とか 8X とか、ここでそんなシャフトないか、いやいっぱいあります。いやもうこういうとこでないとさ、いやすごい。もうスコッティに手出したらね、もうダメだっていうぐらいだね。いやーかわいいなー。あ、かわいいな、もうこんなん好き、スコッティ・キャメロン、ザ・アート・オブ・パーティー、いいな、買って。なんで書いてる、あ、フィットネスセンターで書いてるね、はい、完全に有料のね、すごいドライビングレンジです、高級練習場。はい、あらいなっか、うわうん、メルランでオッケー、うん、うん、ตัวอินแพคครับค่ะส่วนอีกโหมดนึงเป็นแบบคอร์สคอร์สเนี่ยไม่เป็นไรดรายวิ่งเรนจ์ใช่เป็นเรนจ์นะคะสามารถเลือกได้ภายใน1ชั่วโมงเลือกอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้ค่ะวันนี้จะเล่นเป็นแบบไหนดีคะมีแบบแพ็กจิสหรือแบบรอบๆคะอืมโอเคชูท This one or this one? Today Plastics แพ็กจิสโอเคThis is the target. เป็นจุดเลี้ยงลูกค่ะเป็น250นะคะช่วงแรกอืมที่นี่นะโอเคตรงๆตรงๆอืมแล้วอันนี้มัน create passenger create นะคะเป็นนี
うですか。まあ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 自分の距離とか。これはなんかちょっと6番いいな。暑いな。うん。でもボールとコースのコンディションで蔵前ボール大丈夫。ボールが違う。全部スリクソンじゃなくて、だ吉原氏があるってこと。スリクソンだからちょっと影響があってあんまり飛ばないかもしれない。あ、そう。いつも上はタイトリストのどっち？プロ V1 の方、X じゃなくて柔らかい方？え、X？ X、はい、じゃ硬い方やね。はい。うん。ってたらなんか。こっちの方が柔らかい、ね、捕まってない感じです。あ、プニャンってね、はい、だからそれで多分マイナス5ヤード、6ヤードがあるから、うん、なんかボールに当たってる感覚が。ふしゃピコンピコンピコン、こうやって腰が入ってる。ヘッドスピード 95.4。 回転強くなっちゃうから跳ねないからって弱いね。あのヘッドスピードより遅い時はいいんだけどね。キャリーが240とか。ダイナミックロフト 9.5 やったらもっと上がるよね。そう、5分くらいの感じですし、うん、あとアップ、3アップ、うん、まあ、多分この辺になる、うん、もうそれがコンプレックスの経歴しかない、うん、スピン量はいいよね。
うんうん、2000少ない、うん、以下やもんね。そのコース出たら大体300万キャリー240のわけないよ。他の部分見たらもう絶対もっと飛んでるっていう。あちょっと微妙なところね、ボールが柔らかいからか、ボールがちょっとあれなのかね。僕、うん、今は9ホールなんで、落ちるとこ見てたら、落ちるとこジャンプ300、うん、キャリーのね、うん、僕のボールあんまり取ってないです。ランチ、ランチアングル、ランチミッドショット、ランチアングルってどういうこと？ランチアングルは出てくる角度とこの角度。ほう。ダイナミック。実際に飛んでる角度ってこと？はい、そのボールあのフェースに合ったでしょ。あ、上に行ってる。で、下その DYN のダイナミックドロップが入ってき、あのフェースがあのボールに合った時に何度ですか？入ってるか。で、10.5。アタッカー、これがこれがプラスっていう、うんうんうん、アップ、タッパーにアップ、うん、あとはあのフェースアングルプラスマス、うん、フェースハーフ、あフェースアングルはあのフェースの向いてる向きがマイナスはマイナスパス、プラス、うん、プラスパスも、まあ、もうフェードやからね、うん、